今回はほうれん草パンの中に熱々のグラタンを詰めて焼き上げたほうれん草パンデグラタンを作ります。ほうれん草を茹でます。はじめに茎の部分だけ30秒ほど茹でます。葉の部分も入れ1分ほど茹でます。途中で一度ひっくり返します。冷水に入れて冷ましておきます。水気をしっかり切って2、3センチにカットします。分量の水にほうれん草を入れます。ブレンダーで攪拌します。材料です。強力粉は半量ずつ、ドライイースト、砂糖、別のボウルに塩とバター、先ほどのほうれん草と水を合わせたものを準備します。ドライイーストの入ったボウルにほうれん草と水を入れます。よく混ぜます。残りの材料を入れます。まとまったら台の上に出してこねます。台にこすりつけるようにしてこねます。べたつかず滑らかになってきます。生地を叩きます。丸めて弾力がついているか確認します。指で押したところが戻ってくれば OK です。両手で生地を左右に転がしながらこねます。伸ばしてみて切れなければ OK です。表面を貼らせるようにして丸めます。底の閉じ目をつまんで閉じます。ラップをかけて30分ほど発酵させます。発酵状態を確認します。強力粉をつけた指で生地に穴を開けます。穴が閉じてこなければ発酵完了です。拳で優しく生地を押しガスを抜きます。生地を取り出して分割します。計量して4分割にします。優しく押してガスを抜きます。表面を貼らせるようにして丸めます。底の閉じ目をつまんで閉じます。今回は強力粉の量が 320g、 これを4分の1にしていますので、1つの生地が約 150g とかなり大きめになっています。10分ほど休ませます。もう一度ガスを抜き丸め直します。表面を貼らせるようにして丸めます。底の閉じ目をつまんで閉じます。開けて天板に並べます。
ラップをかけて30分ほど発酵させます。グラタンの材料です。フライパンにバターを入れ、玉ねぎとエビを炒めます。今回はエビグラタンにしていますが、グラタンはお好きな具材で作ってください。薄力粉を入れてよく混ぜます。薄力粉を入れている間は焦げないように一旦火を止めるか弱火にしておいてください。粉っぽいところがなくなるまで混ぜたら牛乳を少しずつ加えます。加えたらよく混ぜます。牛乳を数回に分けて入れることによってダマになりにくくなります。塩コショウ、コンソメで味付けをします。ほうれん草が余っていたら入れましょう。とろみがついたら完成です。バットに開けて冷まします。二次発酵が終わったら生地の表面に強力粉を振ります。この工程は省略しても OK です。焼き上がったらクーラーに上げて粗熱を取ります。上から3分の1のところでカットします。上の生地が蓋になり、下の生地が器になります。端から1センチぐらい内側にナイフを入れ、中の生地をくり抜きます。そこは生地を持ち上げながらナイフを入れ、あとは手で剥がせます。くり抜いた生地の中にグラタンを入れます。チーズをのせます。230度に予熱したオーブンで7分ほど焼きます。トースターで焼くこともできます。綺麗な緑色を残したい場合はアルミホイルで覆います。チーズトーストモードで5分から7分ほど焼きます。